はい、ということで、三軒茶屋のセブンからね。セブンナナが好きなんじゃないですか。ラッキーセブンのセブンみたいな安直な感じで、ね、1963年からそれがあったとは思えない。思えないね。セブンだったのかな。もしかしたらね、前は6だったかもしれないしね。たまにだ、あの、店の名前、最初は0だったんですよ。で、1年後に1にしたんです。1、2、3、4、5というので行ったんですけど、1970年に7年目でしょう、それで7っていうことがかかってたことに、マスターがすごくこう興奮して、わあセブンだセブンだ、ずっとセブンで行こうって言ったのが始まりじゃないか。絶対違うと思いますけど。わからない。そこは空想の問題、想像の問題である。7代目なんじゃないですか。7代目、ずいぶん前からあるね。江戸とかからあるのかな。なんでしょうね。7代目、ここでの財閥よりも古いね。まああれですね、無事おかわりサービスもいただきまして、すごいですけど、なんていうんですか、味わいのあるコーヒーでね。そうですね、薄いコーヒーですけどね。薄いですか。いや僕は別にそんなに感じないけど。コーヒー売るんじゃねえよ。アメリカンですね。どの辺のアメリカンなの。アメリカン、娘にアメリカン、ブラジリアン。ノー、私たちがいろいろなんか言ってるから、あいつらにはなんか薄いやつでいいやって思えちゃったんですよね。そうですね。聞き耳立てられてるんですか、実は。そう耳暖房にされて、いや、しかしね、あれ吉岡さんじゃないですか。いいですか、はい、ということで、恒例の恒例ですか、喫茶店巡りがいつの間にかテーマになっちゃったんですけども、この番組2回目なんですけど ね、やっぱり西川君のトイレポートがないとやっぱり寝られないよっていうリスナーがいっぱいいますね。あ、本当ですか。この間言ってたよ、幸子ちゃんが。幸子ちゃん、西川君のトイレレポートもっと聞きたい。本当ですか。あのトイレマニアの旬のあの周知のコメントが欲しい。欲しい欲しい。嬉しいですね、トイレマニアですからね。リアルにトイレ行ってきますけど。リアルにしてきます。リアルにしてきます。はい、いってらっしゃい。はい、西川君が黄泉の国に飛び出しましたか。そうですね。このワゴさっき普通に先に先陣切って言ってましたけど、まあ、普通ですね。普通です。普通だったけど、まあ和式でしたよね。やっぱ和式なんだね、やっぱ古い喫茶店は。左側に男トイレ、右側に女トイレ。で、まあ、あとは、ないんですけど、まあ、左側の男トイレに入る手前にモップがあったみたいな。清掃用のモップがあって。清掃用のモップがね。あとまあその左と右の間に洗面所というか手洗うところがあって、その左上にお花があって、ちょっと華やかな気分になるけど。おー、いいじゃないですか。さらにその左にカレンダーが貼ってあって、ヤギがいたんですよ。ヤギ、ヤギ、何でしょう。6月はヤギの月らしいです。6月はヤギの月。来月は7月だから、やっぱセブンはすごいことやるんじゃないですかね。七祭りみたいな。七祭りみたいな。パチスロみたいですね。本日はセブンで。そうですよ。さっき気になってるのはね、はいはい、テーブル横にあるこのコンセントね。これここじゃないですか。だって。あ、それは何？ここのスタンド用のコンセントなんだ。ちょっと引くのにためらいますので引きませんか。引くチェーンが切れてますね。
強く押せばつくはずなんですけど、強く押すと怒られそうな。スヌーピーの、スタンドで戻ってきましたね。はい、さあ西川君、はい、お座りください。ただいま。おかえり。どうだった？まあとりあえずですね、入り口がありまして、こう引いて入るんですけど。そうそう、この入り口の方がちょっとあれだよね。僕横にこうスライドしようかと思ったら開かないんで、引いたら開いて。でまずもう入った瞬間に右手にね、女性用のトイレがありまして、で左手にあるのかなと思ったら、奥間ってあるんですよね。そこになんか板が3、4枚立てかけてあってよくわからないんですけども、まあでも予想通り和式の。でもその板のところになんかなかった？え？その板のところになんかなかった？板しかないですよ。いやあったよ。板しかなかったですよ。こういうやつ。観察してないな、こいつ。結構適当だな。とりあえず、和式のトイレで。まあ、別に、至って、今、至ってと板かけたの。そういうことですね。そう。はいはいはい。至って、変わった場所はなかったんですけども。はい、今、終わりまして。うん、でも、洗面台がね、しっかりしてて、鏡もついてて。洗面台鏡あるでしょ、普通は。そうですけど、なんか柄も華やかな感じで。柄どんな華やかな、なんか、なんていうんですかね、大理石じゃないですけど。大理石なんか、えらい立派だな。立派な感じがしたんですけど。へぇ、残念なことが一つだけありまして、うん、お、そこ大事だ。一つだけ残念なことがありまして、うん、手を洗ったんですけども、うん、拭くものがないっていう。贅沢だね。というわけで僕今手がびしょびしょです。びしょびしょなの。びしょびしょ。そもそもあれでしょ、ハンカチちり紙は携帯しなさいって小学校の時に習ったでしょ。はい、ね、ネームハンカチちり紙チェックってあったでしょ、小学校の時。それはない、そこまではないですね。ちょっとあったんだよ、村上先生のご指導のもとに。へぇ、ネハチってネハチって。ティッシュぐらいはありましたけど。ネハチ、ネハチ、ネームハンカチリガネーム、ネーム、小学校のネームつける名札。そうそうそう。おー、あ、僕らの時に名札禁止になっちゃったんですよ。何禁止って、何禁止って。名前とか、なんか事件があって連れて行かれちゃったりとか、うん、名前をこう見られて、その家の呼ばれてか、そうそうそう、写真つけておいでみたいな。そういう、それも禁止になっちゃって、ね。都会ならではだわな。そうなんですかね。はい、僕のトイレレポートそんなもんです、今日は。足りないよね、さっきよりちょっとレポートさっきしてたんだけど、ええ、まずモップに触れないでどうすんの。モップなんてありました。あったよ、左手入ってた。板しか目につかなかったですね。そしたら洗面台の脇にヤギいたでしょ。ヤギ、ヤギ、カレンダーってヤギいたでしょ。なんでそこ言わないの。そこまで見てないです。ほら、浅いねんだ。観察眼がまだまだなんだよ。ああ、人によって見るとこは違うんだね。それでトイレダメだしたい。トイレダメだし。まあ僕、トイレそんな好きじゃないですか。なんだ、せっかく、まあちょっと吉さん司会なのにね、あれですけど。いえいえ。せっかくこういうアウェイなとこに来てるんで、うん、なんか変なことしたいですよね。変なこと、十分変なことになってるけどね。うん、ただなんかこう映像とかでも届けてきたらいいと思いますね。映像、うん、まあ、僕幸い使えない携帯も持ってますけど、デジカメも持ってますので。はいはい。なんか動画とか撮れたら面白いなと思います。いや、いいですね。どうでしょう。まあ何をやるかにもよるけどね。ちょっとそれをここで今考えるんですか、うん、何をやりたい。動画で、うん、なんでもいいです。まあ、これ昔だってそもそもその原宿メモリアルってこういうところで撮ってたわけで、はい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 、でそこで、まあ、途中からカメラ導入し始めて、お互いにカメラで映し合うっていう滑稽な様があったわけで、でそういうところで小ネタとかもやってて、そもそも、ね、そう、こんな丸々は嫌だ、うん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 、こんな静かなおしゃれなとこじゃなくてもちょっと騒がしいね。ファーストブルーね。だからそうですね、動画があったら何ができるかな。
年で別に店の外出てもいいんだよ。うん、10秒でもろってこいとか何してこいとか通行人何してるみたいな罰ゲームじゃないですかそれそういうテストでやったことらしいんじゃないか、じゃあそろそろそれはまた考えるとして時間ですか。はい、はい、じゃあ西川君のトイレレポートの回でした。はい、ありがとうございました。バイバーイ。